アンギャン湖から丘の上のモンモランシー市街を望むモンモランシーは、フランス、イルド・フランス地域圏、バルドワーズ圏のコミューン、パリのポルトの北約8マイル、ロアシー・シャルルド・ゴール国際空港から陸路で21キロメートルの距離にある。その地形は非常に起伏に富んでおり、17世紀以降、多くのセレブリティを集めるリゾート地となった。 1756年4月から1762年6月まで、ジャンジャックルソーが滞在し、町に文学の巡礼の地として長い影響を与えた。かつては有数の旧家で、アンシャンレジーム時代のフランス貴族で最も有名だったモンモランシー家の領地であり、現在のコミューンは交通通信のメインから離れた住宅地としての側面が特徴となっている。同時に、 別荘に囲まれた集落や、高級住宅街を備えており、大規模工業団地や重要な商業地は欠けている。町の名は、ラテン語のマンズ・モレンシオスから来ている。わずかに残る、中世の城壁1708年に描かれた、モンモランシー城の二つのダンジョン岩の路頭の上にあり、戦略的な要所とみなされていた、この場所は、ルーアンやフランス平野への通行を遮断できる、一致であった。 この場所には9世紀から木造の城があり、9世紀と10世紀に繰り返し炎上した。997年、城はフランス王ロベール2世からリルサンドニ出身の男爵であるブシャールル・バルビュに委託された。ブシャールはセーヌ川を行く先導たちから通行量を徴収し、サンドニ修道院の領地で略奪行為を行った人物である。ブシャールは6人の大元帥。 12人の元帥、4人の、帝徳を排出した家系の先祖である。この家系は12世紀に、モンモランシー星を採用し、クレティアン第一弾爵の称号を得た。西へ 6km、領域を接していない隣のコミューンは、ブシャール星を採用した。現在のルプレシブシャールである。ルイ6世は、モンモランシーを攻撃して占領し、その後領主の反乱を罰するため城を破壊した。 モンモランシー家の起源は時間の霧に包まれて失われている。モンモランシーの名はカール・マルテルの同志であり、ムーア人の王との戦いに加わっていた、この家の先祖、ギル・ブロンのように、語呂合わせを使用することを軽視しなかった一族の伝承に由来するのだろう。ムーア人が死ぬのを見て、彼は私のムーア人が殺害された。と叫んだという。 この勝利を記憶に留めるものとして、彼は、モンマウレオクシスという名の城を建設した。この城の名が変形して、モンモランシーとなった。城は12世紀に石器像で再建され、小さな町を90メートルの城壁が取り囲んでいた。城壁には4カ所の門があった。モンモランシーは当時、この地方唯一の要塞となった町だった。市場の町であり、 経済は繁栄していた。まだ通信手段のない丘の上では、市場が国中の商人や人々を引きつけていたのである。ポントワーズやアルジャンといイユノブルジョアたちは、毎週水曜日に、モンモランシーにやってきた。往来が難しいにもかかわらず、種類豊富で珍しい品が集まっていた。当時あったすべての食物が集まっていた。豚、羊、牛、ノルマンディ沿岸部で獲れた魚。 そして、衣類、農具である。桶屋、石膏、鍛冶屋といった多くの職人も集まっていた。当時メゾンデューと呼ばれていた、病院が1207年にできている。1257年、大きな邸宅とドウ畑を購入することで、テンプル騎士団が、教区の中に転入した。地方全体が100年戦争に巻き込まれていた頃、町も数度の占領と略奪にあっている。 特筆すべきは、ジャックリーの乱さなかの1358年、そして1381年である。城もイングランド軍によって破壊された。城は再建されず、徐々に廃墟と化し、ブシャールの後継者たちはより快適なシャンティーやエクアンに住まうことを好んだ。フランス革命まで、封建時代の象徴は保存されていた。 18世紀には2つの塔と建物の一部の壁だけが残っていたが、革命後にはついに消滅している。11世紀にできた町を取り巻く城壁も、また時代の経過とともに消え、今日は15世紀の要塞の遺構が残っている。ルブランの斜塔16世紀、モンモランシーは自ら噛みつかし続け、2つの風車を持っていた。果樹とブドウが栽培される一方で、谷は 穀物畑で覆われていた。しかしユグノー戦争が特に1589年のリーグ派が都市の多くの破壊と住民環境の破壊を誘発した。19世紀マルシェ広場の再開発中に数百体の遺骸が発見されている。これらはリーグ派によって殺害されたモンモランシー住民と見られている。997年から1632年まで。 町を治めていたのは、モンモランシー・ビュルシャールカであった。彼らの土地は、公爵領に昇格されたが、1551年、アンリ2世、ド・モンモランシーは、ルイ13世及び、リシュリューの権威による命令で、斬首刑に処され、土地は王が没収した。アンリ2世、ド・モンモランシーに、着出死はなく、彼の姉シャルロット・マルグリット・ド・モンモランシーを、妻としていたコンデコー。 アンリ二世とブルボンコンデが財産を相続した。コンゲ公はフロンドと共闘したため、町とその周辺は再び荒らされ破壊された。それにもかかわらず、病院の拡大、町北部でのシャンポー墓地開発といった都市の成長は17世紀初頭まで続いた。17世紀には平穏を取り戻した。町には当時およそ1500人が暮らしていた。 有名なサクランボはこの時代から栽培されていた。セビニエ夫人が娘へ当てた書簡の中でそれらを記している。モンモランシーは資本家や宮廷の芸術家に好まれるリゾート地だった。画家シャルル,ルブランは1673年にモンモランシーの土地を取得し、彼はサンマルタンサンジ海峡会のもとに美しい自らのドメーヌを構築した。 プティシャ島と呼ばれる邸宅は歴史に残ったが、庭園はなくなってしまった。1617年、オラトリオ海の改修がモンモランシーに移住してきた。彼らは三次会協会の北に神学校を作った。神学校は次の世紀に巨大な四階建ての建物になった。神学校も革命で破壊された。1689年、ルイ14世は、 モンモランシーの名とアンギアンの名を交換するという、以前コンデコーに行った寄贈を承認した。カッシーニ地図に描かれた、モンモランシー1702年、裕福な資本家、ピエール・クローザは、1689年から空いていた、シャルル・ルブランの土地を取得した。彼は、自らのシャトーをベルサイユ宮殿のように装飾して、改装を行った。しかし野心的な彼は、20エーカーの公園に、 壮大な社ーを建設することにし、そこに1740年まで住むことになった。1754年から1764年にかけ、ジャンジャックルソーの被護者である、モンモランシー・リュクサンブール元水が、社ーに住んだ。革命による破壊は逃れたが、大きな社ーはメンテナンス不足で劣化した。トーは1810年に買収され、新しい所有者となった。 アルディーニ白尺が回収を行った。しかし、白爵の後の所有者である商人が、シャトウの資材を手に入れるため1817年に、シャトウを解体した。モンモランシーのシャトウは何も残らなかった。わずかに残るのは1719年に作られた、ジルマリー・オパノール設計のオランジュリーの半円形の土地で、現在復元されている。18世紀に最も特筆すべきことは、 哲学者ルソーがモンモランシーに住んだことである。彼は1756年4月から1757年12月までエピネー夫人の下で暮らし、モンルイに移った。その後1762年までモンモランシーリュクサンブール元帥の下で暮らした。ルソーはしばしばエピネー夫人が主催する文学サロンで時を過ごした。ルソーが暮らした家には、後でルソーの友人である作曲家、 アンドレ・グレトリが住んでいる。当時の有名な哲学者たちは、エピネー夫人がドゥイ・ユラバールにあるラ・シュブレット城で、模様文学サロンに頻繁に集っていた。ある日散歩中のルソーは、野原で水を溜める貯水槽を備えた土地を見つけた。現在は失われているが、モンモランシーの村落から約1キロメートルのところには、小さな家があった。ルソーは、エピネー夫人に、あーマダム、 なんとかわいらしい住居でしょうか。ここを私の隠れ家とします。と伝えた。ルソーは1756年4月に家に移った。しかし、エピネー夫人の妹である腕と夫人へのルソーの情熱のため、1757年12月に彼は、エピネー夫人と口論した末、家をそのままにして出て行った。ルソーの友人の一人で、今下校の税務弁護士であったマタス氏が、ルソーに、 モンモランシー内のプティモン・ルイという小さな田舎屋を提供した。プティモン・ルイは状態が悪い家で本格的な修繕が必要だった。1759年8月、ルソーの隣人であったモンモランシー・リュクサンブール、元水は、ルソーが分泌作業中に快適に過ごせるよう、ルブランのシャトーを利用できるように計らった。ルソーは、プティモン・ル滞在中に、ジュリー、 または、シンエロイーズ、社会契約について、そして、エミール、または、教育についてを書き上げ、1762年6月まで残った。同じ年、エミール、または、教育についてが出版されると騒ぎになり、本は、パリ高等法院から紛書とされ、フランスから逃亡した。彼は、 友人モンモランシー・リュクサンブール港の助けを借りて1762年6月8日にスイスへ脱出し二度とモンモランシーへ戻ることはなかった。街はその歴史の間に少なくとも9回改名している。1689年にコンデ港の要請でアンギャンとなりモンモランシーの名称が使われ続けていても革命時代までこの名称を保持した。ルソーは作品中では モンモランシーの名を用いている。1790年、正式に、モンモランシーとなった。しかし、貴族の姓が、革命政府に嫌われ、1793年に、再び改名され、ルソーの作品へのオマージュとして、国民公会が決定し、エミール、そしてモンテミールとなった。1778年に最初埋葬された、エルムノンビル公園から、パリのパンテオンへ移送される、 途中のルソーの棺が1794年にモンモランシーのマルシェ広場で一晩中晒されていた。この事件は熱烈な作家に多くのイベントを引き起こさせることとなった。モンモランシーの森をロバに乗って散策する人々。1900年代19世紀のモンモランシーは裕福なパリジャンや多くのセレブリティのリゾート地となった。その中にはベリー公爵夫人、ボナパルト家、 ボイエル・デュー、女優・ラシェル・フェリックス、ルイ・ブラン、ジュール・ミシュレ、リヒャルト・ワーグナーらがいた。彼らはマルシュ広場のシュバル・ブランというオーベルジュに行き、ロバに乗って森の中を散策したり、またはサクラんボの季節に果樹園を訪れていた。長い間往来の不自由だった町は、ついに1866年からアンギャン・レバン駅と接続された。1813年。 ナポレオンはコミューンがモンモランシーの名称を復活させるのを承認した。しかし1814年にブルボン家が王政復古するとルイ18世はモンモランシーからアンギャンに戻した。しかし100日天下の間モンモランシーになり1815年に王政復古がなされると再びアンギャンとなった。最終的にモンモランシーに落ち着いたのは1832年である。 アンギャンとは、その後、モンモランシー湖のほとりに誕生した新しいスパの名称となった。1850年にアンギャンレバンがコミューンとなり、湖もアンギャン湖と改名した。温泉の発展は、迅速にモンモランシー谷ニの新たな経済的核となり、モンモランシーは、もはや本質的に、住宅地ではなくなっていった。1830年から1831年に、かけ、 ポーランドで起きた放起は、ロシア皇帝ニコラ一世によって徹底的に潰され、多くの著名なポーランド人亡命者が、おそらく、ルソーの強くからモンモラン市へやってきた。1855年にシャンポー墓地に埋葬されたデリフィナポトツカ、詩人アダム・ミツキエビチらがいる。ミツキエビチの遺体は1890年にクラックフへ移された。フフ,フツ戦争は、街の暗い歴史である。 1870年の早いうちに町はプロイセン軍に占領された。1968年以降モンモランシーは軍庁所在地であったが、2004年よりサルセルが軍庁所在地となり、以降はモンモランシーが小ー理町所在地となっている。2001年より自治体間連合コミュニノーテディーギーラモレションデラベレイでモンマレンシーに参加している。 モンモランシー議会は35人の議員で構成されている。モンモランシーには、昇進裁判所、労働審判所、全国雇用庁、社会保障センターが設置されている。参照元、参照元、1962年まで、イヘス1968年以降、INSEE 町は、モンモランシーの森の入り口である、内座層と、 外座層の南端に位置する丘の急斜面に市街が広がる。ここはモンモランシー谷とフランス平野を管理する戦略上の用地である。町は後にアンギャン湖と呼ばれるようになる谷に向かって開けたモンモランシー池を領域に含んでいる。モンモランシー谷はセーヌ谷から約4キロメートル離れている。町は距離5キロメートル、幅平均8 5 0ルで広がっている。 コミューンには2つの消火栓が流れる。長さ6 3キロメートルの荒川は、町の東に水源があり、グロレー、モンマニー、ビルタヌーズの各コミューンの地下を流れセーヌ川に合流する。オランジュリー大通りの最も高い場所で生まれるサンバレリー川はアンギャン港に注ぐ。町の上水道は、メリーシュルオアーズでベオリアエンバイロメントが運営する、取水場から供給されている。 モンモランシーの水道水の品質は良く、硝酸塩の率が低く、フッ素化はわずかで、1999年のナノロ化、導入以降カル気分は比較的少ない。モンモランシーの気候は、ビルドフランスのよそと同じく海洋性気候である。パリ大都市圏の北端に位置するモンモランシーは、ビルドフランスの農村部と関係して、摂氏1度から摂氏2度の 気温のわずかな上昇を引き起こす。この違いは明け方に顕著で、時間とともに上昇する傾向にある。また、町の南北間の人口密度や標高は、多くの場合、穏やかな気候と高気圧によって、数度に差はない。時にはシャンポー高原の北に数センチの積雪があるが、同時期の南部は積雪がない。年間平均気温は、摂氏11度。 最も寒い月は1月で平均摂氏4度である。最も暑い月は7月と8月で平均摂氏19度である。気温が、摂氏25度を超える日は40日、摂氏30度以上の日は8日である。バルドワーズ県南部では1955年以降、平均年間日照時間は1719時間である。モンモランシーの風景、ピサロが、ありがとうございます。